出ますかね。1950。はい、じゃあちょっとください。はい。はい、どうぞ。食べこれが好きなのもしかして。じゃあ半生が。はい、どうぞ。この子の健康チェック表あるんですか？持ってくるの忘れちゃいました。ほなちゃんの方が。うんちは毎日入れます？はい、うんちは毎日入れます。1日何グラムぐらい食べるの？フード25、20、朝晩25、25で食べてます。あ、ドライの？ちょっとはチュール混ぜないとちょっと全部はいかん、てか薬を混ぜてるんで、本当に1センチぐらいチュールをお湯に溶かして、そのお湯で25を2回とチューブがまあ少し1センチぐらい、はい、を2回ぐらい、はい。でもこれはこれさっき食べてましたけど、これ何これ、これセミドライ、それにセミ、まだ違う、セミドライ昨日か、はい、おもちゃでカジカジして遊んでたらちょっと出血がありました。あ、口から、はい。でもその次の日にはもうなかったんですけど、まあ確かにね、術後、まあ、手術した時に歯抜いたじゃないですか、はい、しばらくはデンタルケアも相当やらんとしてました。ガスがちょっとあるな。うん、そう、息継ぎはどうです？いや、でもガスがあるから、そうなんだ。そういうのはあんまりないですか？はい、で、お薬はもう飲み終わる頃ですよね。はい、わかりました。食欲自体は戻ってだんだん、本当に帰ってきたすぐの日は本当にチュールでもなかなか食べなかったんですけど、この子本当はね、手術する前に確か2050だったんですよね。そうですよね。違うか、2050だよね。絶食してて、あ、絶食じゃないか、これ入ったんだ。そう、前の日に入ってるから2100だったんですよ。2050から2100だったんで、術後帰ってくときが2000だったんですよ。徐々に、ね、今が2100だから、また1週間で増えてくれればいいんだけどね、うん、うんちは1日絶対1回は出るね、はい、1回は絶対出てます。2回の日もあります。2回の日もあります。で、薬はじゃあ飲み切ったらもう1回ストップでお願いします、はい。そんでなんかお腹にガスがあるのが少し気になるけど、ラキサは食べてる？ラキサは食べてます。その手のものは嫌いじゃないもんね、はい、ラキサとか歯磨きとかはい、ごめんね、ちょっと一回点検しとこう。点眼はどう？点眼はなかなか入らない時はあります。うまく入らないんですよね。貝はさ、まあ、今別に見張り出してないからいいんだけど、あ、目安はやっぱ気をつけてみてやります。一回はここやっ
住んでるね。ちょっと靴もなんか前はが待ってこれはね、さっきまで逃げ腰だったかな。これはね、もう国を長くしてる、ね、あ、落札本がもうないので。すごいね、なんかなんでこっちはこんななのに、こっちは無視しちゃう。なんかこんな紙薬も行くよ。落札本今日出してもらって、はい、いいですよ。はい、デジタル機はもうそう外側、コモゾも見て、コモゾも見ていきましょうか。アンドラも、あ、そうだそうだ、お尻知ってたんですよ。知ってました。で、家で一回ちょっとやってみたんですけど、ちょっと失敗した。出ました。出ませんでした。出ませんでした。あ、だろうなっていうのは目星はついてるのに、なんか、はい、じゃあ今度お尻をこっちにちょっと置いてもらって、ここなんですよね。足が上、あー、いっぱい出た。はい、ちょっとお尻をします。ちょっと作品を進めない。ごめんね、やっぱすぐ座りたがりますよ。なんかちょっと練習はし始めてるんですけど、今度のカットまでにね、ちょっと立って待てを練習してほしいんですよね。座っちゃうから本当に、なんかこうなかなかブラ左右バランスよくさ、カットしない感じじゃないですか。そうですね、200、200、うん、止める、まあ、とりあえずさ、10でな、20で流しておいて、一回吸いた時に点が、点字だ、耳、はい、あと耳もね、耳も全然綺麗なんですけど臭くもないし、はい、耳も要注意ですね。要注意なんです。だからこれもあります。あ、これはないですね。じゃあこれ出す、これはあるんだよね、はい、でこれがないんだよね、はい、これとこれを出す。耳は、まあ入れれたら1日1回、はい、掃除しなくていいですけど、入れてもいいようにするだけです。はい、洗顔は絶対最低1回は、ニヤニが出てたら2回、3回、4回、はい、そしてあとおすすめの耳だね。待って、うん、まず、まず顔から。さっきもやったけど、ヒモは、それから、尻尾。で、足先。歌って。あ、いいね。結構後ろ足がね、絡まってた気がするんだけど。脇の先の毛玉を取ったんですけど、なかなか、まあ、そんであと体をこの順番でやってもらえるといいかなと思います、はい、ちょっとやってあげるの、ね、食べます、ね、そうです。はい、じゃあもう一回ご褒美あげとこうか。めちゃくちゃ目がいいね、なんかはい、じゃあ、はい、フラキサとシリピア出してきますね。はい、そんで、また1週間でチェックね。はい、今度の時にじゃあ
はい、中田さん、これテイクアウトね。早速、そうか。